紀元前一世紀半ばの小アジアコンマゲネは、現在のトルコ共和国の南東部、シリアとの国境沿いの古代アルメニアの地名である。一時期は、コンマゲネ王国として独立し、首都、ユーフラテス川沿いのサモサタに置き、現在でも、繁栄の跡を、ネムルト山にある、ネムルトダウ遺跡として見ることができる。コンマゲネが最初に文献に登場するのは、アッシリアのものであり、 君ムフと記されている。紀元前708年、コンマゲネはアッシリアのサルゴン2世の勢力下に置かれ、以降はアッシリアの同盟国の地位を保っていた。紀元前6世紀にアッシリアが滅亡するとメディア、そしてメディアを滅ぼしたアケメネスはサペルシアの支配下に入った。紀元前4世紀後半にアレクサンドロス3世によってアケメネス朝が倒され、帝国が ディアドコイ戦争によって、ヘレニズム諸国へ分裂すると、コンマゲネはヘレニズム諸国の一つであるセレウコス朝の州へと移行した。コンマゲネは北をカッパドキア、西をキリキアに面しており、セレウコス朝にとっても重要な地位を占める州であった。紀元前162年、セレウコス朝のコンマゲネを統治するサトラップであった、プトレマエウスは、セレウコス朝の弱体化を感じ、 パルティアを後ろ盾として独立を宣言した。プトレマエウスの後継となったミトリダテス一世テオスはヘレニズム文化を取り入れるとともにセレウコス朝の王女ラオディケを妻に迎え入れた。ミトリダテス一世はヘレニズムとペルシアの二つの文化を承継していると故障した。また、これによってセレウコス朝とのつながりを強めることともなった。 ミトリダテス一世とラオディ家の息子アンティオコス一世が、ミトリダテス一世の後継者として大いに即位したが、ポントス王ミトリダテス六世やアルメニア王国のティグラネス二世らが、アナトリア周辺への勢力拡大を図る多難な、時期であった。アンティオコス一世は、ミトリダテス六世討伐のために、共和制ローマが派遣した将軍グナエウス・ポンペイウスと、同盟を結んで、 ポントスやアルメニア、パルティア等から、自らの国を守り抜き、ローマの藩属国となったが、独立自体は維持した。また、アンティオコス一世は、ゾロアスター教を信奉したと伝わっている。ローマ帝国時代のコンマゲネ17年に、アンティオコス三世が死去した際に、ローマ皇帝ティベリウスによってコンマゲネは、シリア属州へ編入されたが、 ディベリウスの後継皇帝となったカリグラが38年にコンマゲネ王国を復活させてアンティオコス3世の息子アンティオコス4世を大いにつけキリキアを含む広大地域の統治を委任した69年にローマ皇帝となったウェスパシアヌスは72年に再度コンマゲネを今度は属州化してコンマゲネ王国としての独立の歴史に終止符が打たれたなお 国王アンティオコス4世は72歳であったと伝わっている。コンマゲネの王族はギリシアとイタリアに分かれて住み、非文党でも裕福であった様子が伺える。これらは王国の王国として知られることとなった。アンティオコス4世の孫にあたるガイウス・ユリウス、アンティオクス・ピロパップスはローマの元老院議員となり、ローマ皇帝ハドリアムスがコンスルとなった翌年に、 同じくコンスルに就任した。コンマゲネを征服したローマは、代々の国王が守護していた、眠ると山の墳墓を打ち捨てて、ローマ第17軍団は財宝を奪い、山にあった多くの材木を収奪した。カーシュと名付けられたワシの文様をかたどった女性の、母姫も、同様に、ローマ軍による略奪にあった。コンマゲネ王国時代の遺跡。ありがとうございます。